モナコの歴史は古代の人々によって初期は避難所、後に要塞として使われ、現在のモナコ周辺の地理的陸表であったモナコの岩に始まる。その岩山は町を保護する観点や軍事戦略的観点から重要なものであった。モナコはローマ帝国の崩壊後、14世紀から15世紀初期にイタリ、リグリアの一部として発展し、 主に政治的理由からその地域をめぐって構想が繰り広げられた。構想後はグリマルディケの支配下に入り、フランスに一時期占領されていたことを除けば、現在までその支配が続いている。現代のラローチモナコとしての歴史が始まった、モナコの岩は旧石器時代の終わりにあたる、おおよそ前世紀40万年にはその地域の住民に避難所として使われていたことが、 聖ジュディスト庭園内のホラー穴での発見物で明らかになった。歴史家シュケリアのディオドロスと地理学者ストラボンによれば、モナコに最初に永住したのは、現住地であったイタリア、ジェノバから移住し山に住んでいた、リグーリア人であったという。しかしインドヨーロッパ語族だと推定される、古代リグーリア語は、現代のリグーリアの住民が話すイタリア語の方言や、 現代モナコごとの直接的つながりがない。マッサリアから渡ってきたポカヤ人が植民地モノイコスを建設した。地の名称モノイコスはスペインからイタリアの範囲を通る古代通路を建設したと言われているギリシャ・ローマ神話の神ヘラクレスへの現地の崇拝に由来する。皇帝フラウィウス・クラウディウス・ユリアヌスもヘラクレスが モナコの港と海岸沿いの道を建設したということについて述べている。その道にはヘラクレスの祭壇が点在しており、モナコの岩の上に彼のための神殿が作られたという。その後、ヘラクレスの港という名前は古代の港のために使われた。ただ一つのものを意味するマニーッシュや一軒家を意味するモノコスがヘラクレスやその神殿、岩の周りの周囲から孤立した。 共同体を示すのに使われるようになった。シキリアのディオドロスとストラボンにより編集されたヘラクレスの旅行によるとギリシア人と拳銃のリグーリア人はどちらもヘラクレスがその地域を通ったのだと主張していた。ガリア戦争の後ユリウスカイサルがギリシアへの軍事作戦のための休憩地として利用したモネコスはローマの支配下となりアルプスの先にある海岸地域として ガリア・トランサルピナとして管理された。ローマ詩人ウェルギリウスは、城のある海のそばの断崖、モネコスが、フルコ・デル・カステロの主導で、岩の頂点に、要塞の建設を始めた。この日付はしばしば、モナコ近代史の始まりの日とされる。皇帝派はその要塞を戦略的な軍事用の砦と、し、その地域の支配の中心に据えることを意図していた。そのために、 モナコの岩の砦の周りに人を移住させて必要な中屯兵を援助するために、要塞周辺へのジェノバなどの周辺都市からの移住者を生み出そうとして、払い下げ交友地や免税を移住者に提供した。モナコ軍の紋章、オットーカネッラの子孫であり、彼の長男であるグリマルドカネッラから名前を取った、グリマルディ家は強硬派ジェノバ人の中で古くから優勢であった一家である。 彼らは強硬派と皇帝派の派閥争いから逃れるためにフィエスキを含む他の様々な強硬派の家を引き連れてモナコに来ていた。フランチェスコ・グリマルディはジェノバ共和国の主権の下で1297年にグリマルディ王朝をはじめモナコの岩山を支配した。その後1346年にマントン1355年に ロクブリュヌイコールカップイコールマルタンに支配を広げた。1338年には A2 海峡での軍事行動にフランスやジェノバーの軍隊と共にカルログリマルディ率いるモナコ軍艦が参加した。その際に手に入れたサウサンプトンからの略奪品はモナコに持ち帰られ広告の繁栄に寄与した。モナコを己のれ2世は1633年にスペインから 1641年にはペロンヌの条約でルイ発生統治下のフランスから主権独立を維持した。それ以来、モナコは1793年から1814年5月17日までのフランス革命の間のフランスの支配を除きグリマルディケの支配下となっている。フランスの支配が終わる1814年、広告は再建されたが、1815年の ウィーン会議によりサルデーニャ王国の保護領となった。この状況は1860年、鳥の条約によってサルデーニャ王国がサボアを含むニース周辺地帯を割上するまで続いた。この半世紀に及ぶ保護領支配があるため、イタリア語はモナコの公用語となっていた。このためモナコの方言はフランス語よりはイタリア語に近いが、 フランス語の影響も受けている。この保護領時代には、マントンとロクブリヌイコールカップイコールマルタンが独立宣言をしたために緊張が続き、両地域はサルデーニャ王国による併行とイタリア統一運動への参加を望んでいた。その後モナコは2つの都市の統治権を諦め、400万フランと引き換えにフランスに譲渡された。この譲渡および モナコの主権が1861年のフランス・モナコ条約により認められた。ナポレオン・ボナパルトの敗北後の1815年のウィーン会議によってサルデーニャ王国の保護領となり、1861年にはフランス・モナコ条約においてモナコの主権が確認された。ここにおいてフランスはモナコ公国の存在を認めたが、 以前のモナコの国土の95%がフランスに併合された。その条約後モナコの軍事防衛はフランスの責任となった。また国内においてモナコ王は絶対的な権力を誇っていた。後の1910年のモナコの革命で1911年に国王が憲法の発布を強制されることとなる。モンテカルドの有名なカジノはオテルドパリを運営した。 ソーシティでベインズ・デ・メールにより1863年に開店した。ソーシティでベインズ・デ・メールからの多くの税金はモナコのインフラ整備に充てられた。19世紀、フランスとの鉄道が敷設されるとモナコの経済はますますの発展を見せた。1918年7月、モナコに対しフランスが制限付きの保護をするというフランスモナコ保護友好条約が結ばれ、 1919年のベルサイユ条約の中で各国の承認を得た。この条約では、モナコの政策がフランスの政治的、軍事的、経済的利益と足並みを揃えることが示された。これは1918年に起こるモナコ継承危機に橋を発するものであった。ルイ2世はかつてフランス軍に長く席を置いた経験を持ち、フランス寄りであったが、 第二次世界大戦ではモナコを中立の立場に置こうとした。陸軍時代の旧友であったフィリップ・ペタンのビシー政権が成立しても中立を維持した。イタリア人子孫が多くを占めるモナコではイタリアのベニート・ムッソリーに率いるファシスト政権の支持者が多かったこともあり、優柔不断なビシー政権の取り扱いなどをめぐってモナコは国内問題に災難まれた。 1942年11月にイタリア軍がモナコを侵略し、ファシストの傀儡政権を設立した。1943年9月には、ムッソリーニのイタリアでの失墜を受け、ナチスドイツ軍がイタリア軍の代わりにモナコを占領し、ユダヤ人の追放を開始した。その中には、モンテカルロオペラ劇場の設立者であるルネブルムが含まれており、彼は、 ナチスの強制収容所内で死亡した。なお、ルイ2世の極秘指示により、モナコ警察は多大なリスクを抱えながらもゲシュタポが、逮捕を予定している地域の住民に事前に警告を、して回った。このドイツ支配は、ドイツ軍が撤退したことにより終了した。ルイ2世が1949年に死亡した後は、孫のレーニエ3世が王位を継承した。レーニエ三世は2005年に死亡し、 現在は彼から王位を継承した、レーニエ3世の息子のアルベール2世が代行となっている。1962年には、モナコ憲法が改定され、死刑廃止、女性への賛成権付与、基本的人権を保障するための最高裁判所の設置、フランス国籍を持つ人がモナコに移住することの規制などが定められた。1993年にはモナコは全会一致で、 国際連合の正式な加盟国となった。2011年のモナコ2002年のモナコ、フランス間の条約では、モナコに王朝を続けるための後継者がいない場合でも、モナコ公国はフランスに併合されずに独立国家を維持することが明確化された。しかし、モナコの軍事的保護は、フランスの責任のままである。現在では、公国の穏やかな気候、魅力的な風景、 カジノなどの多くの賭博施設のために、モナコは観光名所として有名となっており、世界各国から旅行やレクリエーションのために観光客が訪れている。ヒストリー・オブ・モナコ・ハット・ ABCDP ・クリスチャン・クレジャー・ザ・マイケ e ステイツ・オブ・ヨーロッパ・デザイナー・ネーションズ・イン・ A ポスト・モダン・ワールド・デキシントン・ブックス・ピアニッシモ・165 ISBN 9780739174272e,http://books.google.com/.books, id イコールクラフワガ4アッコウィックピコグラムイコール PA165 ハット RL リケエーペックスアマニアム、デリジョン・インザレス・ジェステ・オブ・アム・ヨネス、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・プレス、ピアニッシモ、24 isbn 九七八零五二零零五八五八三 http コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドットコムスラッシュブックス id イコールアールレールブフタット gc＆ ピコグラムイコール pa 二十四インターネットアーカイブモナコ＆モンティカルロ二千九年十月十九日閲覧ありがとうございます。